藤野義明は日本のテレビ番組の演出家、ディレクター。神奈川県藤沢市出身。明治大学政治経済学部卒業後、KMAX に入社。2011年、平成23年株式会社バンペイユを設立し、代表を務める。主にバラエティ番組、お笑い、番組を手掛け、特にサマーズ、絵頭2時50分が出演する番組が多い。サマーズとは、 内村プロデュース以来の付き合いで、サマーズ、バッツサマーズでのトークの話題に登場することもあり、大竹の新品の靴を間違えて履いて帰ったことがある。サマーズ、バッツサマーズの DVD 特典ディスクに、サマーズが家に来た。富士の D 宅のおもてなしが収録されており、一人暮らしの自宅でロケが行われている。アンバランスの山本英二と仲が良いそうで、 案内役として登場している。コーナーの最後にサマーズからシークレットシューズをプレゼントされている。2020年2月、絵頭2時50分とともに、YouTube に映画チャンネル映画チャンネルを開設。通常は、天の声として生配信時には、ブリーフ団 D として自ら出演することもある。レギュラー番組特別番組。ありがとうございます。